映画見終わった後に悲しい気持ちや寂しい気持ちになってしまうと思います。でも泣いていいと思います。春又ともに今日我々みんなでここにいるので、この日本を変えるかもしれない、俺についてこい。誰よりも感謝してると思うし、誰よりも逆に悔やんでるかもしれないし、でも多分あの爽やかな笑顔でありがとうって言ってんじゃないですか。誰もが夢を見られる国にするんじゃ。春馬とご飯食べてたんですね。でその時に春馬から今回テンガラモンという映画をやるんだけど、そこで坂本龍馬を初演にやってほしいんだという話をされてですね、春馬がそう言ってくれるんであれば俺は全然やりますよっていう話をして、映画見終わった後に悲しい気持ちや寂しい気持ちになってしまうと思います。でも泣いていいと思います。でもその気持ちを決してネガティブな方に引っ張らないでください。この映画の中で三浦春馬はものすごい熱量で演じてしっかりと生きてます。国が作りたいんだ。はい、ありがとうございます。はい、そのままこちら側に行きます。こちらです。そして主演三浦春馬さんでした。皆様本当にどうもありがとうございました。